最近イラッとしたこと。なんか、電車乗るとき待つ人おるやんか。一番先頭で待ってる人おるやんか。もうマジで、責任ちゃんと持ってほしい。これなんかわかる？なんか大阪おったとき全然感じへんかったんやけど、東京引っ越してから、なんかその先頭の人、呪いのよ。飽きますやん。で、出てきますやん。大阪のときは先頭とか多分責任感あるかわからんねんけど、早めに乗る癖がついてて、せっかちかどっちかわからんねんけど、東京来てから、その先頭の人がもう呪いのよ。スマホいじりながら入るし、で、入ったらもう席空いてたらもうそこ座るやん。迷わんと。でもなんかその東京先頭のやつは、入った瞬間、もう後ろめっちゃ並んでんのよ。途中で入り口付近に止まるよね。言葉ってこんな感じ。みたいな。席迷っとんねん。後ろ見てみたいな。あ、大丈夫そう？目ついてる？度数上げようかって感じなんだけど。で、前張って座るのも腹立つし、ひどい場合、あ、ここ座ろうと思ったんやろな。そのまま歩いたけど、あ、ここやっぱ嫌みたいな感じで U ターンすんねんな。後ろ来ちゃってますから、まあぶつかるわけです。そしたら、もう大体そういうやつは、とか言うんだよな。いやいやいや、はよ歩けーっていうのがもう最近多くて、もうね、やっぱりね、また一部なんですよ。電車に関しても本当になんか、もう個人ぐらい言いたいことめっちゃある。本当にマジで責任持ってほしい。あ、後ろ待ってます。私が先頭です。私が決めないと周りが決まりませんっていう思考回路がないやろな。それぐらい大事やから、ほんまそこだけよろしくお願いします。思考回路治安悪いです。はい、それ社会科お疲れ様でした。しらしょうです。報告がございまして、チャンネル名を変えましたんで、しらしょうの深夜の質問相談室になりました。イエーイ。今後ともよろしくお願いいたします。日々ね、インスタに質問ボックス募集してるんで、それを元にも何でもいいか、それを元にして動画にするチャンネルになりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。なんで休んでたんですか？これはちょっと、正直に言ったら、あれやけど。YouTube の規制がシンプルに厳しくなった。下ネタ言ったらダメでしょ。ちょっとでも毒づいたらなんかダメなのよ、最近。待ってみたら、下ネタと毒舌なくなったら、私ほんまに生きてきませんよって感じやねんけど、どうしようと思って悩んで決めました。続行させていただきますって。なんかね、過去の動画を見てたら、テロップなかったら、なんだかんだ大丈夫やったことが多くて、AV 男優の動画とかっていうので、テロップをなくしたら大丈夫ってことに最近気づいたので、引き続きやりたいと思いまーす。でもなんかワンチャンさ、すっげーポジティブマンやからさ、普通に平和な動画もやっていきたいなーと思いますけどね。まあ何でも投稿していきたいなと思って、気軽に見ていただければなーと思いました。って言ってもあれでしょ？言うてはみんな自身 YouTube に流しながら、なんかしながら聞いてる人が多くない？だからもう BGM としては聞いてください。よろしくお願いします。久しぶりの YouTube 更新嬉しい。最近購入したやつ紹介しろや。ご飯どうした？買った。この間買った。なんか大阪から来た友達が、買い物した古着屋巡りたいって言って、下北で巡ろうみたいな話になって、でうちはもう付き添いやから、なんかもう本当になんか節約ババアやから、もう見とこうみたいな。見てて、すごーいとか、似合ってるわけじゃんみたいな感じで、ちゃんと理性を抑えようと思ったんですけど、もうその友達よりめっちゃ買ってました。もうなんかね、うちめっちゃもうちょろいおかばなんで、ほんまになんかおだてられたらとか、勧められたらめっちゃ買っちゃうタイプなんですよ。もうなんやったら、なんか人が着てるのを見てると、それ可愛い欲しいって思っちゃう、すごい浮気者のタイプなんで、愛人系 YouTuber なので、だからそう買っちゃうんですよね。でもね、ほんまに可愛かったの。ちょっとね、見せるな。エントリーナンバー、YouTuber、ほのみの、なんか名前は忘れちゃったらどうしよう、めちゃ。30超えたので、20代は結構ドレッシーな、なんかスーツ系がすごい多かったんですよ。なんか綺麗めで、大人っぽく見られたいって状態で、なんかもういっぱい買いましたよ。まあ、とりあえず T シャツとか着たらもうストリートチルドレみたいな感じになってたから、結構、ものすんごい綺麗めの大人っぽい服装を、ずっと着てました。家に、マジで、ネイビーと黒と白と、濃い茶色と濃いグレーしかないわけ。なんでかと言いますと、本当になんか過去、マジこんな感じの服装、こういう黒歴史がございますのって、もう色物、柄物、PTSD になっちゃったよね。もうトラウマになっちゃったよね。だから一人で買い物行っちゃうと、ネイビー、黒、白、ブラウン、アゲーみたいな感じになっちゃうから、いや、ほんとに泊まると、買い物ってほんまに楽しいよな。私がもう冒険せへんタイプやから、臆病者やから、周りが、絶対色物いいと思うよ、みたいな。この色絶対似合うって、言われて、まあまあとかっちゃうよねって。でもこれ可愛くないマジで。もう上半身しか映せないのが本当に、サゲって感じだよね。めっちゃ可愛くないなんか見慣れたら、可愛いと思うねんけど、ビビリだから、大丈夫かなその柄は、この柄は大丈夫とかすごい不安になっちゃうんだけど、なんか、来たら、見慣れたら可愛いと思う。なんで急にニット被ったかって言ったら髪型がやばいからね。はい、以上です。てかさ、マジでさ、本当に最近さ、季節、メンヘラ超えてるくない？本当におかしいと思いますね。まず、秋真面目時間。ほんまに冬やん。もう寒いやん。朝と夜だけね。もう昼はめっちゃ暑な。昼がなんか、秋こんにちはみたいな。あ、すいません。恐れ入りますみたいな感じで入ってくるやんか。いや、なんつんやめて。もう朝と昼の空気読んで、みたいな。でももうそろそろ筋トレして、服装がマジメンヘラになっちゃうから、ほんとに。脱いだり着たりもほんと、郷ひろみみたいになっちゃうから、ほんとチアペアしてるからマジで。ちょっと着替えてきます。エントリーナンバー、2番。これもニットです。かわいくないこれ。普通に可愛いんですけど。
かわいくない？帽子かぶってない？大丈夫か？大丈夫じゃないわ。これがだいぶ昔に買った。自由で買った。あれ、ニットやねんけど、なんか、いいニット欲しいね。なんか、もうなんか、ほんまにな、可愛いニット教えた、コメントの教えた、ほんとに。もう超可愛いの。古着屋さんあるわけで、こういうシミとかもあるんだけど、足じゃないけど、すごく味だと思うの。ほんとに黄色が大好きで、でも、黄色って着たら、ゲッツみたいになっちゃうじゃん。本当に黄色着たかったんやけど、どう似合うくない？超可愛くない？で、これ買ってからもうね、黄色大好きのスイッチが爆上げしたよね。そういう意味。エントリーナンバー、3番。え、なんていうの？これなんていうの？なんかブッシュって書いてる。ブッシュ大体のコートでーす。え、かわいい。ほんまにこれが友達が最初着てたの。で、身長全然違いすぎて、163のババアと180超えのイケメンとちょっとね、デートをしてたわけですよ。で、その人が着てたらめっちゃぴったりで、もうスラーとしてこれ着てもう足全然長いみたいな、足エッフェルトみたいな感じやったから、いいやんって言ったんやけど、他の服を着てて、あ、それがいいかもって言ってこれを戻したの。戻した瞬間、ちなみにその店で買ったのが、名前がちょっと忘れちゃった。ここに載せとく。チェックがさ、マジでさ、可愛くない？もうこれのなんか表バージョンも書いてあるぐらいだけど、これ可愛くない？で、結構ほんまになんか、あったかそうみたいな、ほんとに、太っ腹やでほんまにみたいな感じやから、もう、後ろのポケットもあります、ほんとになんか空洞、もうほんと、こんにちは言うております、こんにちは言うております、ほんまに、今暑いんやけど、今めちゃくちゃ暑いんやけど、すんごくなんか可愛いと思って、なんかね、これね、絞ったらさ、絞ると、ブラジリアンでしたっけ？なんか、ブラジリアンなんとかのスタイルになりますよ、みたいな。ね、これちょっと絞りすぎ？あー、絞り、これちょっとこれ絞りすぎやな。一旦ちょっと締めましょう。一旦ね、締めると、暑い、ほんまに暑い。今昼やねんけど、ほんまに暑ない。夜ほんまに寒ない。隙間風ボーンみたいな感じやんか。ね、昼も昼でさ、日差しボーンみたいな、ポポポポンみたいな感じになるやんか。ほんまに、マジ統一してほしい。もうごめん、秋さんごめんさ、一週間も経ってないけど、出番はなくなりました。冬かむ冬。これ正解？これ正解かしら？こんな感じ。え、かわいいみたいな。ほんとにかわいすぎて。草生えて森越えて、森越えてって感じ。みたいな感じやねんけど、ちょっと未だにちょっとやり方わからへんけど、ピーって。ピーって。だったらこんな絞れぬって。こういう感じで絞れぬって。で、そこを、こう、いう感じでタプタプ。上にタプって刺したら、アジアンビューティーじゃないの。なんかブラジリアンファッションにしたみたいな感じになりますよって言って、この店で見たときは、え、マジ最高じゃんと思ったんだけど、やり方がわからないので、押します。これ熱いのよ、本当になんかあったかすぎて。で、ずっとマジで本当に、7年ぐらい、着てたコートがあって、今も健全使ってんだけど、トリーナンバー、4番。これは新しく買ってません。7年前、8年前に買ったロロピアーナのコートでーす。ずっと着てたの。これがもうほぼ、もう毎年これしか着てないみたいな感じやって。さすがにもう年を置いてきて、ハム毛が爆発みたいな感じになっちゃって。ちなみに上のボタンがさ、毎年つけてもらってんねんけど、いつも取れんねんな。でもうちこういうのほんまできんねんな。このなんか、糸をベンベンベンみたいな感じできへんから、もう誰か助けたいほんまに。で、今年クリニックこれ出して、すいません、このボタンもーって言った瞬間、もうすんごいベテランのおばさまが、うん、おできたの。ちょっと待って、あ、しかもね、みたいな感じで、引き返しました。誰か助けて、マジで助けて。前もの結構後ろさ、ダウン入って、あれやねんけど、もうさっきの方はダウン本当になんか、ボン、キュン、ボンみたいな、まず巨乳みたいな、Z カップぐらいすごい弾力だから、今年はこれで冬を乗り切りたいと思います。あとこちらを買いました。靴なんだけど、オンっていうブランドの靴やねんけど、もうね、マジ靴こだわりなくて、もうずっと自由の靴ばっか買ってたんやけど、これ知ってる？みんな履いたことある？これめっちゃ軽ない。足切断したんかってぐらい軽すぎてびっくりしたんやけど、これマジおすすめ。オンでーす。なんかさ、立って喋った方がさ、はかどるんだが。何？これ脳科学とか科学的な証拠あるのかな？めっちゃ喋りやすい。この度彼氏の LINE を見たら浮気しておりました。かわいそう。そうすればよくね。レイってこんな感じでアピールしたいものですか？正直キモいです。あ、なんかこれね、なんかスレッズかな多分、のつぶやきをスクショして送ってくれたんやけど、こういうのが送られてきたんやけど、僕ゲイなんですけど、長いな、もう3行にまとめる。これはちょっと長いから、チャット GPT に短くまとめてもらいましたって。まあ、簡単に言うと、コンビニで働いてる僕は昨日商品入れ忘れでクレームを起きました。お客様強い口で怒鳴り、何度も確認を求められたので対応したのですが、最終的に別の店舗の間違いでした。こちらが何もしてないのに散々罵声を浴び、謝罪もなく電話を切られたのが少しだね。でも気持ちを入れ替えて今日も笑顔で頑張りますっていう感じの内容なんだけど、何なんだろうねこれね。多分ねあれだと思うよ。アピールしたからじゃない？こういう感じでなんか言いたい年頃なんじゃないかしら。知らんけど。
はい、続き出して。ゲイになりたいです。シラさんはどうなりましたか？また、心構えなど教えてください。わからない。私、心差しではゲイになったつもりないんですけども、気がついたらゲイになったわけであって、わざわざ心構えして、さ、ゲイになるぞみたいな感じで、なったことないわけ。別に、無理してやるものではないので、むしろできれば私もなんか、ノンケになれる薬あれば、もう、100万でも払いたいぐらいだけど、だってそっちの方が幸せになれる権利がありますやん。で、これ結構前からネタで喋ってたんやけど、あんたらは幸せになる権利あれば、私なんて本当に老後考えたくないぐらいのもんみたいな感じで喋ってたんやけど、体型なんかさ、のんけも大変じゃないと思って。それこそなんかネットでさ、メンヘラ女性がさ、X とかスレッズとかで吠えてるやんか、男やくれ見ねえねえみたいな感じ、めちゃくちゃなんかすごいなんかね、要望多めで言われてるやんか、まあ、なんかわからんこともないけど、もうそれをネットにすることによって、あんたは頭の中でブスとかクソ男のことを考えて発言してるかもしれないけど、その中でそのツイート見て、わあ、もうやっぱ女の子めんどくさって思う、あんたの好みなイケメン横浜流星とか見てるかもしれへんやん。それってすごくもったいないなと思って、まあその反面そう思ってそれを見て何かこちらして男でもええわってなって、こちらにいらっしゃいますねみたいな感じ、あの扉じゃないんで、あの重い感じで開く感じなので、のれんなんでいつでもかもしれんよって感じで、試して無理やったら行ってましょうって感じなんで、で女さんもそういうとか無理、あそういうやったらこちらからお断りとか、もうそういうやつってプライド高いから言っちゃうねんな。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、シラショーの両脇空いておりますよっていう感じ、本当に女さんありがとうね。はい、最後、一人親の父が昨日亡くなった。明日は雨降るみたいで、降水確率 50% で最高気温で16度、気をつけてね。